さあ決勝に進む1人目が決まります。準決勝第1試合は大岩達也赤コーナー、対する青コーナーがレオナペタスとなります。画面向かって右がレオナペタス、175センチの長身。さあ正人さん、はい、この2人の対決、対戦してるんですね。そうですね、やっぱりね、こう打たれ強い、体の強い大岩とね、はい、こう一発のパワーのあるレオナ、どういう戦いになりますかね。そうですね、やっぱレオナの、ね、ジャブとか当たってくると、レオナのペースになるんじゃないかなっていうね。なるほど。共にオーソドックス、青いグローブのレオナペタスです。長身です。あのジャブが避けにくいんですよね。手が前にあるんで顔と近いんですよね。そうですね。あ、でも大岩はブロッキングで、しっかりブロックしてますね。前回のクラッシュでの2戦目の戦いも大岩がこうガードを前で固めながら前に出ていくというところでした。あ、でも大岩もいいブロックしながらいい左に返しましたね。はい、中央を取っているようなローキック、カーフキックか。さあ平子優希さん、はい、まあ、1回戦も踏まえてですがどう見てますか。そうですね、大岩選手やっぱり1回戦ちょっとねミートがなかった分、スカッとした、ね、感触はまだ覚えてないんでしょうけど、ここは噛み合う2人だと思います。はい、やっぱあれなんでしょうね、大岩もこう中途半端な距離は危ないんで、こう一気にグッと入りたいんでしょうね。なるほど。まあ、そこでレオナのジャブが果たしてどうかと。そうですね、はい、出てきます。でもあの右のね打ち下ろしね、レオナのパンチ、あの右強いですからね。そうですね。そうか、長身なだけにより効くんですね。そうですね、こうジャブからこう大岩が強引に入ってきた時にレオナの右がパツッと入ると。なるほど。うわ、ミルフック今シフトアップしました。回転が上がりました。また今度前のガードを下げるように誘いながら出るところでジャブついてきます。青いグローブのレオナペタス。まあ、ケーズフェスタ4では、まあ、タケルの前に KO で敗れました。その後あとは託すと言われたのが青いグローブのレオナペタス。そしてタケルとずっと長く共にトレーニングを続けているのが大岩達也。その大岩のセコンドにはタケルもついています。まあ、平子さん、共にこう重いものを背負ってます。また違った角度でね、タケルからのバトンを渡された2人ですからね。そうですね、意地がありますよね。レオナのローキック重いですね。あ、そうですか。はい、あのスネの深いところで入れましたからね。今度はインドーも出してきます。やっぱりこのジャブですね。確かに、もうジャブでねポコポコっていうようなね、あのジャブをどうかいくぐって大岩は中に入っていくかですね。なるほど。これ下から出てくるようなジャブって見づらいんですか。右思い切ってかぶせていった、オーバーハンド右。今のはですよ、ジャブに右クロス合わせタイミングでいきましたね。ワンツー、レオナペタスボディーだ左。まあ、下から出てくるというよりあのレオナの、ま、手が結構前にあるんで、こう距離が近いんで避けにくいんですよね。下から出てくるとかいうより普通よりあの左手が前に出てるじゃないですか。まさに。だからこうちょっと顔が遠く見えるとか、でレオナは強引に近くに行くっていう、このように追い込んでいこうというその頑丈な体を持っています。大岩達也、赤いグローブです。ガードしているところ受けますが下がらないのが大岩。まあ、タケルがそのレオナと戦っていますから、そのパートナーもずっと務めていた大岩達也。大岩はね右のね長いクロス狙ってるんですよ。おお、右ですか。はい、レオナの左に合わせてこうクロスする右のパンチ、ね。はいはい。さあ平子さん、まずイメージとしては1ラウンドどうでした。そうですね、今正人さんおっしゃったように左で牽制して、大岩選手はずっとそこをねぐっと睨みつけながら、いつ入ろうか入ろうかと飛び込もうかというね気迫のこもった感覚がね。そうですね、2ラウンドどうなるのか。さあこれが1ラウンドのハイライトのシーンになります。これですね、今のね右のクロス。なるほど。あの右のクロスかレオナのワンツーかって感じですよね。あ、そうです。左からの右ストレートが当たるか。さあ前王者タケルは盟友大岩にどんな指示を与えているでしょうか。まあ、タケルはそのレオナと戦って KO で勝っています。あと俺はボディも打ちたいですよね。おというのは、やっぱりこう レオナがこう手が結構上に上がってるんで、ボディ、まあ、下から崩していくとか、こういきなり顔は当てにくいと思うんで、まあ、7センチの身長差があります。さあ赤いグローブの大岩達也背中です。青いグローブがレオナペタス。まあ、2000年クラッシュのリングで対戦したときはレオナが王座防衛しています。大岩の挑戦を退けています。まあ、その時に大岩のセコンドについていたタケルに挑戦状を叩きつけました。 K1 で戦おうと。
度は俺はね今度ロッカーフキックにこう、ね、突破口を出してましたね。うわすごい。ただ大岩も頑丈ですね。頑丈ですね。左ミドルキック、大岩ガードが硬いですね、はあ、あこれですね、足流れましたね。今右のローカーフキックです。青いグローブのレオナペータス。さあここプレスかけてますよ大岩。もう肉を切らせてというところでしょうかね、はい、大岩は一度も KO 負けしたことがないという選手です。右のフック、あの逆にこうレオナ のあれが右がフックだとそんな怖くないような気がするんですよね、はい、あれがストレートで打ち下ろしだとちょっと怖いと思うんですけど。右オーバーハンド、でも今の入り方はレオナも見えてますね。あそうですか、クロスカウンターは食らわないところでした。あジャブこれですね、縦剣のようにトントンと、あれがジャブの1本だけだと右のクロス取りやすいんですけど、レオナダブルで出すじゃないですか、ポンポンと、はい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 、ダブルで出すとクロスカウンターもらわないんですよ。あのクロスになってももう1発目が来るんで、そうですね、当たりにくいんですよ。うわ右しかし出してきますね、まあ、本当にあれが入るかどうか、右振ってきます。大岩コーナーに詰めたジャブ、レオナはもうジャブから蹴りまでつなげたらいいですよね、ジャブローとか入ると思うんですよね、うん、右のフック、まあ、マサオさんおっしゃるようにでも右は本当フックですね。そうですね、はい、ボディちょっと右の距離が近いのかもしれないですね。なるほど、本当はまっすぐ上から打ち下ろすと、うん、そうかストレートにしてはちょっと近すぎる。 あとはあの大岩 あのガードが目の前にあるんでフック打ってるかもしれないですね、あのガードの横からすり抜けるというそういうパンチになってるかもしれないですね。なるほど、ガードしてる奥からこんなカウンター膝ストレート、今ストレート入りましたね、ガードが開いた瞬間入りましたね、うん、あそういうことかもしれないですね。さあ大岩はここからねガチャガチャ強引に行くしかないですよね、詰めて、おーっと効いた、バランス崩した、ローキックでバランス崩したのがレオナです。でもレオナよく見えてますね、その距離のパンチ、うわボディがダブルです、右ボディオーバーハンド、でも右返しましたね、いや レオナ冷静に見えてますよ、ここに指が来てます、おーすごい、今も流しました、スウェーダン今レオナいいボディだったな、笑ってます、おー今タケルをちょっとこうほうふつとさせるような大岩笑顔も出しました。さあ平子さん、はい、どんなラウンドでした。いやこの打ち合いの直後ね、先ほどみたいに大岩選手ニヤッと笑う瞬間があったんですけども、竹根選手だとスイッチが入った瞬間、はい、片やもう一方でレイセフォーの場合だとちょっとやばいなっていう時の笑顔だったり、大岩選手どっちなのかなと思ってました。そうですね、まあ、ちょっとこうザマッチの時もねそんな感じはありましたね、さあ正人さん改めて今のラウンドを踏まえて次最終ラウンドです、まあ最終ラウンドもこうレオナはジャブをついていくと思うんですけど、まあ、そこにこうどう大岩が入っていけるか、あとはそのジャブからレオナは次の攻撃何の攻撃を出してこうポイントのある攻撃を出すかというのを見たいですね。そしてセコンドにはタケルもついているこちら大岩達也です、まあ、アメリカ修行もそうでした、先日引退した後のタイでのトレーニングを一緒にずっと一緒にいました、ずっとタケルと一緒でした。ロッキーファイナルラウンド、レオナ表情は落ち着いていますね、相手もじっくりこうデータを仕入れているようなよく見ています。浮かんできた、あーもう打ち抜きました、レオナペタス立てない、目が飛んでいる、いや今まで出せなかった左のフックをね後頭部掴むような形からの右膝でしたね。なるほど、あこれ完全狙ってましたね、これだったんですね、今まで一発も出してないパンチでしたからね、ここからの逆算だったかもしれません、そうですね、もうまだ立てません、席を打ってましたよね。いや平子ゆきさんどうですか、ここまで一ラウンド2ラウンドと構築してたってことですかね、これだってこれを決め切るってことの技術力すごさかったですよね。レオナペタス選手は第5回でもいいね、1回戦2回戦とね KO 勝ちで、はい、ほぼノーダメージですね。確かにそうですね。さあこれがそのフィニッシュ、ちょっとねフックのような掴みに行ったようなパンチキックでしたね、はい、うん、掴んだ掴みに行った感じだなこれ。あなるほど、前
部広高選手なんかねよくこう上手に使ってた技ですよね。あの平子さん、ものすごく表情が落ち着いてるんですよね。ずっと冷静でしたよね。コーナーに追い詰められた時も何かを待ってるような誘ってるような、はい、そんな表情にも見えましたから。そしてトーナメントです。ここは大岩の気持ちをまた背負ってというレオナ・ペタス。けど平子さん、こう覚悟みたいなものは感じますね、レオナ・ペタス。何か静かで怖いほど冷静な闘志が、まあ、あれですよね。あの1回戦も2回戦も勝っても笑顔を一つ見せないので、優勝するのが目的というのがこう見て分かりますよね。そこしか見ていないのかもしれません。マサさん、まあ、敗れましたけれども、大岩達也、ぜひ一言声かけてください。本当にこう、ね、非常に硬いブロッキングで、まあ、2ラウンドまだうまく戦ってましたけど、ね、やっぱりもう一歩、やっぱりレオナの強さが光ったかなという、ね、はい、いや、こう鮮やかでしたね。大岩選手も下がらない選手だからこその噛み合いですよね。なるほど、完全に入ってるな、うん、最後も花道も武尊の肩を借りて、ドレッシングルームに戻っていったのが大岩達也でした。さあこれで決勝戦に進みました。レオナ・ペタス、第5代スーパーフェザー級王座決定トーナメント、さあ優勝へ王手をかけましたレオナ・ペタスです。その対戦相手がこの後決まります。また大きな声を出しての応援はご遠慮ください。今マサトさんに一つ声をかけてきましたね。まあ、もう一回と。そうですね、決勝戦はね誰が上がってくるか分からないですけど、いやこの後の準決勝も非常に楽しみです。朝日里横山